犬塚翔太郎犬塚翔太郎。1921年犬塚翔太郎から1949年7月2日は日本の内務、定審官僚、政治家、府県知事、衆議院議員、貴族院議員、近景官志向、省内藩士犬塚森高の長男として生まれる。大学予備門を経て1889年7月。 帝国大学法科大学法律学科を主席で卒業。内務省に入り同7月23日内務司法として、県知局に配属された。1890年6月4日、内務大臣秘書官となる。以後、長崎県参事官、鉄道庁事務官、定心省参事官県鉄道局庶務課長、県法制局参事官などを歴任。 1896年6月から1898年1月まで、欧米の鉄道事業を視察するため出張。1899年4月7日、低新省鉄道局長に就任した。1904年1月19日警府、鉄道管理官に任命され、同年4月、青森県知事に就任。以後、内務省土木局長、長崎県知事。 大阪府知事を歴任。1913年2月、定止時間に発令され、1914年4月まで在任。同年4月21日、近景観志向に任じられる。1915年3月、第12回衆議院議員総選挙で山形県軍部区に立憲声優会から出馬して当選し、一期在任。1918年10月2日、 脳商無時間となり、近景観志向は消滅した。1920年6月から1922年3月まで、ジュネーブの国際労働理事会に政府代表として派遣された。1920年6月2日、貴族院直選議員に任じられ、交友クラブに属し、1947年5月の貴族院廃止まで在任。その他、大礼資産予感。 鉄道会議議員、人工食料問題調査会委員などを務めた。ありがとうございます。